9月7日午前10時、地方裁判所第一法廷。ほんほんほん。待ってたぜ、この時をよ。梅代さん、遊ぼうぜ、法廷で。これより、あやさと迷いの法廷を改定します。3つ。なるほど。あれやね、人物、なんだっけ、人物ファイルで見るよりいい男だね。準備完了。ちょっと待って。はい、ヘッドホンの何、頭周りのサイズちょっと変えてたからさ、合わなくて。今日はどんな小さな隙も見せられないな。そうね、3つ強敵らしいから頑張ろう。御剣事、冒頭弁論をお願いします。迷いちゃんは現場にいた。検察側は彼女が犯行を行ったことを示す証拠と、それもうさんくさいよな。だって梅代でしょ？梅代でしょ？あいつうさんくさいぞ。疑う余地もないだろう。いやー、ミッツ、君は負け知らずらしいけどね。任してやるよ。始めましょう。そういえば他の方の、大逆転裁判のやつ、ちらっと拝見したんですけど、あれなのね、こまめなセーブが大事なゲームなんだね。まだ大丈夫でしょ。入廷させていただこう。伊藤のこぎり。警察がこうやって証人みたいな風に来ることもまああるのか。なかなか元気か。伊藤のこぎり圭介、所轄署の殺人事件捜査担当。でもさ、のこのこさ、こんな迂闊な感じだけど、やっぱなんだっけ、殺人事件とか扱う刑事だから優秀なんだろうね、一応。説明ね。これなんて読むの？上、上面図？死体は窓際。鈍器で殴られて失血ね。置物じゃねえんだよな。女の子でも十分犯行が可能な重さっす。裁判官もまたこれかとか思ってっかな。相変わらず置物扱いか。なんかあんのかな。その顔怖い。やだ。はいっす。君は現場にいたあやさと迷いをすぐ逮捕した。それはなぜか。迷いってあれがあったから？では、のこのこ刑事、その動かぬ証拠とやらを証言してください。証言開始。ここも、次回じゃなくて、後々突っ込むんだよな。法廷記録。まあ証拠、いや、この盗聴器が結構キーアイテムになると思うんだけど、公式に押収した証拠じゃないからさ、証拠品として有効なのかっていうのは気になるよね。2人の人物がいました。迷いちゃんと、なるほどくんね。目撃証言と、紙よね、紙。突っ込むところあった？いや、犯行の瞬間は見てないはず。ちょっと待って。
犯行の現場は見てないはず。あ、これか？詳細。あー、あの、光が当たってるところが視界ってこと？はいはい。そんなこと言われても、今の証言に矛盾するような部分なんてあったか？ヒュッ。コツン。何か投げてきたぞ。何？何？あ、こうやってアドバイスしてくれるの？ありがとう。お姉ちゃんは証言に矛盾が見つからないとき、とりあえずハッタリをかけて証人を揺さぶっていました。揺さぶられた証人は、動揺して口を滑らせることが。なるほど。ははー、さすが鬼弁護士の妹だな。いや、亡くなってまでこうして、なるほどくんの支えになってくれる。ありがとう。どうかしましたか？いえ、では尋問させてもらいます。揺さぶりって、こう、回数制限あんのかな？揺さぶる、はいはい。自分は、こういう時セーブか？はいはい。逮捕した。はい。通報者の目撃証言。はい。ここだ。ここ瞬間を見たのか？なんすか？さっきあなたは確かこう言った。動かぬ証拠があったから被告人を逮捕したと。え、そんなこと言ったっすか？自分が？言いました。言いましたね。言った。すごい、三人から攻めてるね。ナンスト？梅屋さんは怪しげでもピンクでもナイス。いや、ピンクだよ。いや、ピンクはピンクっすけど、決してその悪い。もう結構です。え？あ、合ってる？なるほど、揺さぶるってこういうことか。いや、犯行の瞬間は見てないんじゃないか？あったっす。え？そうっす。あ、でもさ、筆跡鑑定できないよね。こっちを先に言えばよかった。はい。揺さぶる？あ、でも証言開始だから、尋問開始の時に、あれよね。揺さぶるのね。はいはいはい。確保した自分は、次にこの目で現場を調べたっす。でもね、明らかに血で迷いと書いてあったっす。はい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 。あ、そうなんだ。書き残したって、筆跡鑑定はしてないよな。え、どうすか？これが動かぬ証拠っす。どこを揺さぶる？刑事に一言言っておきます。なんで先にこれを証言しなかったんですか？いや、お恥ずかしいっす。あ、緊張してたんだよね、のこのこも。めっちゃ怒るやん。いや、緊張してんのよ、のこのこも。別に、のこのこの味方したいわけではないけどね。尋問。動かぬ証拠。はい。セーブよ。はい。メモね。はいはい。間違いない。これは合ってるだろう。合ってるよね。いや、揺
揺さぶって、もう痛みはないだろう。なんか多分右上のゲージが減るだけだよね。あ、そこ突っ込む。筆跡鑑定のことは言わんやろ。確か血液の成分のヘモグロビンな、モヘグロヘモ、証言を拒否するっす。自分は専門家じゃないっす。まあいいでしょう。助かったっす。のこのこ刑事。ちょっとミッツ、ミッツそんなことまで言うの？君関与してないでしょ、その辺。ちょっと気の毒だったとにかく、ついてた。揺さぶってみる。聞き手。あ、そっか、なるほど。あれでも右上のゲージ、あ、ここか、ここだ。筆跡鑑定したのかっていう。かなり多いんですか。 推理小説やドラマなんかではよく見かけるっす。何をバカなこと言ってるんですか。ドラマとかじゃないんだよ、ノンフィクションだよ。あまり聞いたことないっす。被害者が書き残すなんて不自然だと思いませんでしたか。そうっすね、実は少し。あれ、ミッツ、そこまでだ。え、何そのポーズ。うわー、嫌味な顔。でもこういうなんか性格悪そうな顔嫌いじゃないんだな。告発してることだ。いやでもね、筆跡鑑定できてないはずよ。いやミッツ、早計よ。静粛に。嘘、なんで。筆跡鑑定してないでしょ。え、よしよしよ。え、よしよよしよ。あ、でも即死、あ、はい、メモね。間違いない。即死なんよ。どうだ。一つ確かめておきたいことがあります。告発したと本気でそう主張するつもりですか。即死なんだよ、即死。他にかけた人間はいないっす。なっちゃねえな。逆ですよ、刑事。逆っすと。被害者にだけは絶対かけたはずがない。これはあなた方警察の資料だ。鈍器による一撃で即死。イエス、合ってた。私合ってたね。オッケーオッケー。 IQ153万の CPU が働いたね。死んでるじゃないですか。あれあれじゃないでしょう。のこのこめ。オッケーオッケー、まず第一段階いけたんじゃないですか。いけよ。三つ、なんやねん三つ、なんか文句あるんか。失礼だが、その解剖記録はいつ手に入れたものかな。いつって実験の翌日よね。
どうかした？何チッ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 って、その資料は古いよ弁護人。いや、あの最新の証拠をさ弁護士にも見せてもらえませんかね。その辺平等にさ。え、罠？なんですって？うん、再調査。それ嘘ちゃうか？ほぼ即死、ほぼ。数分間生きていた可能性を認める。いや、それ脅して書かせたんじゃないですか？こういう結果が今朝私のところに届いているのだよ。でもさ、あの証拠品として事前にこう通知してないから無効じゃないですか？そんな、つまり被害者は迷いと書くだけの時間があったわけだ。以上だ。何、ご清聴ありがとうございましたみたいな。ムカつくな、3つ。なるほどじゃない。そういうのは事前に出してよ。剣、クソ、かっこいいことしやがって、かっこつけだな。3つかっこつけだな。でも嫌いじゃない。なんだ弁護人その目は。何か言いたいことでも？え、インチキ。え、刑事はインチキ、自分はインチキ。いや、これちょっと待って。あ、オッケー、怖いからセーブしよう。セーブ中の血が騒ぐね。うん、3つはインチキ。あなたは被告人を有罪にするためならば手段を選ばないとか。なぜ再調査などする必要があったんですか？でもなんで？あ、またチッチッチッチーって。構わない裁判長。弁護人、君が何と言おうとこの記録は正式なものだ。裁判長、この記録の受理を。そういう後出しよくないと思うな。わかりました、受理します。裁判官。なるほど。いかがだろうか。被害者が犯人を告発したという可能性は極めて高い。いや、でもさ、筆跡鑑定したの。そう考えるのが自然でしょうな。ちょっと待って。あ、更新されてる。くそー、3つ。くそー、まずいな。では次の証人を入廷させていただこう。カンカン。少女？少女って年齢か？少女って個人的には10代までなんですけど。23とかよね、埋めよう。そうだい。どこが悲劇の少女や。胸出しすぎじゃ、ボケ。この BGM 気に抜けるよ。また、なんでそのさ、胸をさ、ブルンブルンさせるわけ？それ必要あります？よろしくお願いします。くそ。くそ女め。あ、でも、これで、君と遊べるわけだね。待っていたんだよ、この時をよ。証人もむやみにウィンクしないように。はーい。厄介だな、ほんまやね。今ので法廷中の男のハートをがっちりわしづかみだぞ。いや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 、そんなアホンダラではないやろ。9月5日の夜、部屋にいたね。梅尾は出張先のビジネスホテルにいました。ホテルにはその日の午後にチェックインしました。事件があった綾里法律事務所のすぐ向かいにあるホテルか。そうです。そこであなたが見たことを証言してください。よし、矛盾点探すぞ。オッケー。もうボコボコにしたるからな、梅よ。事件当夜目撃したこと。あれは夜の9時頃でした。梅よ、窓を見たんです。そうしたら長い髪の女の人が襲われてるじゃないですか。襲っていたのはもちろん被告席のちっちゃい子よ。
女の人は攻撃をかわして逃げたんです。あの子はそれを追いかけてとどめを。おお、回避してたってこと。うん、女の人は、ああ女の人はそれでぐったりとなっちゃって、うん、以上、梅尾が見たのはそれだけ。胸揺らすな、ボケ。私は皮乳が好きなんだ。うむ、いかがかな、裁判長。なるほど、疑問の余地はありませんな。確かに、突っ込みどころが、突っ込みどころが、これ以上時間をかけることもありますまい。ちょっと待ってください。何ですか、弁護人。僕の尋問がまだです。しかし、今の証言はほぼ完璧だったと思いますが、確か君は、綾里千尋の弟子だっけな。彼女のやり方ならばよく知っている。おーおーおお、死んだ人を愚弄するでない、ミツ。なんだと？どうしますか、弁護人、尋問しますか？もちろんさせてもらいます。うん。梅尾に尋問されるのを恐れている。マジか、ミッツ。うん。わかりました。はい。セーブ、セーブ。お。待って。9時頃。あれ、死亡推定時刻何時だったっけ？はいはいはい。え？揺さぶる？そこまで見えた？どうしてそれが被告人だと分かったんですか？え、それは、体型が女の子だったし、それにちっちゃかったんだもん。疑問の余地はない。え、いや、セーブしてるからなんとかなる。ん、何がよ。嘘をついてる。目撃してない。え、嘘ついてる。見てないんじゃないか。あ、これさ、もしかしてよかった。うん、梅尾信じらんない。いいですか。うん、服装が目につくはずなのです。あ、そういうこと。うん、妙な和服を着ている。悪口じゃないよ、まやちゃん。君を助けるためだよ。うん、これまた妙な形に言っている。しかし証人の証言ではそのことは完全に無視されている。そんなことはありえないのです。あれ、私これ正解したんじゃない？いや、結構わかんなかったんだけど。それは、しかし、いや、してたよ。うん。僕は見ました。そして、うん、のこのこもね、見てる見てる。どうですか、梅尾さん。何それ。梅尾、ちゃんと見てたわよ。ただ、細かいこと話しても仕方ないかなって。証人。見たことはちゃんと全部話すようにしてください。くそ。その下引き抜くぞ。ではもう一度証言を。くそ。そう簡単には参らないか。いや、揺さぶったらいけるか？うん、被害者の女の人は最初の攻撃をかわして、右に向かって逃げた。はい。凶器だってちゃんと見た。
系って知ってる？おかしいな。なんで時計だって知ってるのかな、梅よ。では尋問お願いします。